サティチャンネル。こんにちは、ギタリストのサティです。本日も始まりましたサティチャンネル。この番組へのメッセージはサティチャンネル番組公式ホームページから投稿ができます。毎回お助けアーティストの方にお越しいただきまして、アーティストさんの魅力を広めていこうというこの番組、アーティストさんと私のセッションコーナーもありますので楽しみにしていてください。はい、今週のお助けアーティストさんはジョッティーズです。ジョッティーズです。えい、さんとか言っちゃいましたけど、はい、はい、7月3週目ですね。ねえ、ねえ、早いですね。はい、今年はねちょっと猛暑が早かったんですよね。すごい暑かったですね。そうですよね。暑さ対策とかって何やってますか？私ですか？はい、あの必要な時以外は外に出ない。おっと、そのまんまじゃないですか。でも一番重要。暑い時は？暑い時、部屋の中でってこと？そう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 。え、部屋の中でもまあ外でも。部屋の中ではなるべく薄着。へえ。で、最近ちっちゃい扇風機を買って、ほう、その扇風機が結構いい感じに風を回してくれて、冷房が20。持ち上げてる。うん、部屋の中で、もうすごいちっちゃい卓上みたいな扇風機なんだけど、それだけでも結構威力があって、それと冷房が28度9度でも全然いけた。へえ、エコだね。ジョンジョンはエコだね。さてはちょっと言いづらいぐらいエコじゃないから。23度とか。さすがにそこまでは。26度と7度どっちにしようかなのレベルです。まあちょっと扇風機ね。なんか今ちょっとこのこういう扇風機あるじゃん、首にこう、こういうとか伝わらないこと言ってるけども、あの首に、まあ、にかけるタイプのやつね。こことここについてて、こうやってこうやって、右と左にくっついてて顔の方に風当ててくれるやつね。そうですね、すいませんね、解説をしていただいてね。あれちょっとなんか気になるんですよね、外を歩いてるとき。音符が来んのか、ちゃんと冷風が来んのか。場所によるね。やっぱりあれはただそこにある空気を回して送ってくれてるだけだから、温度は下がんないけど、やっぱ風が来る分涼しくは感じるとは思う。なるほどね、あれ欲しいんですよ。ね、はい、ね、うちに1個あるわ。お、使わないんだ私。お、じゃあ今日それをかけてちょっとゲームに挑戦したいと思います。はい、本日もそんなわけで楽しくトークセッションしていきたいと思います。そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグサッティチャンネルンです。チャンネルンです。聞きながら感想をつぶやいて番組を盛り上げてください。それでは本日もスタートです。改めまして、本日のお助けアーティストはジョッティーズでーす。ジョッティーズでーす、よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでね、簡単にジョッティーズの紹介をさせていただきます。ボーカルジョン、ギターサッティによる女性2人組のアコースティックユニット、2016年に結成以来、お客様が楽しいステージをお届けすることを第一に、邦楽、洋楽、ポップス、ソウル、ジャズ、ディズニー、歌謡曲など幅広いジャンルをカバーしております。東京、埼玉、神奈川を中心に主に関東で高齢者施設への出張演奏や自主企画ライブを行っております。自主企画ライブですって。ねえ、やんなきゃね。そうだったんだ。そう、今読んでて思った。全然最近やってないですね。やんなきゃね。ね、そうだね。そうですね、はい。ということでですね、本日の企画に参ります。お祝いメッセージを作ろう。パフ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 、ね、どういうことかと言いますと、あのお題に対して、まあ、お互い一行ずつ文を書いてって、お祝いメッセージを完成させようっていう企画ですね。お祝いメッセージ、はい、お題は私やったことがないんだけども、結婚式。
はあはあ、結婚する友人に対して、うん、ちょっと一行ずつやったことがないから、冒頭と最後をお願いしたいんだけど、どういうことかよく分かってないんだけどまだ一行ずつ、うん、この度はみたいな感じで、あーなるほど、こういうメッセージを書いていて、うん、トレードしていくわけですね。あー、オーケー。でうまくまとめてねっていう、あー、オーケー。まとめる能力と文を作成する能力は私にはないかな。ちなみにジョンジョンさん、結婚式のメッセージとか送ったことありそう？スピーチは、うん、おもっと上がいましたよ。3回ぐらいしました。これ絶対にもう頼れるじゃないですか。でもそんななんか固いこと私言わないから、自分のエピソードベースで喋るから、いや全然そんな感じで、はい、大丈夫。じゃあ大学時代の人にします。大学時代の友達、うん、女友達、女友達にしよう。そうしよう。でその子に向けてのお祝いのメッセージをどれぐらいの長さですか？どれぐらいの長さで言うもんなんですか、スピーチというのは。でも、もうすごい長いですよ。ジョンジョンはもう覚えてないけど、そんなに長くてもね、聞いてる方はお腹空いちゃうからね。じゃあそれぐらいのイメージで、まあじゃあとりあえず書けばいいのね。はい、まず冒頭、いやー冒頭何さんの結婚式、じゃあよしこさん、相手はよしおくん、よしこさんとよしおくんでございます。これで一文じゃない？嘘でしょ？ダメ？ちょ、ジョンジョン、私、あれなんだよ結婚メッセージね、皆さんはどうでしょうね、送ってみたことはありますか？タグのコメントでね、いろいろ教えてください。はい、あ、じゃあちょっと一文目読みますね。よしこさん、よしおくん、この度はこの度はご結婚おめでとうございます。あ、こっから始まるんだね。やっぱそうなんだ ね、うん、私本当に分かんないからね。あ、もう自由に書いたらいいと思うよ。なんか昔友達の結婚式に参加した時に全然スピーチなんかする予定じゃなかったんだけど、なぜか司会の人が、うん、会場の皆さんにもコメントいただきましょうかとか言って歩き始めて、突然マイクを向けられて、その時は二言ぐらい喋ったんだけど、自分でもびっくりするぐらいいいエピソード出たと思った。おー、そんな即興でも出るもんなんだね。いや、なんかもうだからおめでとうプラス、やっぱそこまでで他の友達の人たちのスピーチとかを聞いてて、そこから思い出したこととか、ああこういうところ書けって言ったらいいかなみたいなのを、まあパッと組み合わせたら結構好評だった。なんだと？ヒントだな。大事なところが出てこないね。なんかあれだね、さっき結構短く終わらしゃいいのにすごい、え、でそれ長いよね。こういうもんじゃないの？だって「なんとかですね」って言ってしまえば一文が終わるのに、なんとかで「点なんとかで点なんとかで」って言って、多分2、3行続きそうな文を今書いてます。そういう手があるの？制限時間とかないの？そうだよね、制限時間作ったら私すごいところで終わるよ。それはそれで困る。はい、いきます。この度はご結婚おめでとうございます。思えば出会って早15年、あの頃はお互いぶっ飛んでましたね。はい、続きお願いしますなんかあれなんだよね、きっと言っちゃいけないやつあるんだよね、単語で切れるとか、ね、はい、そうだ。ちょっと嘘でしょ、ちょっと嘘ですよね。自分でいいって言ったよね。本当に、あ、そんな手でいく？
はい、私が書いたのは覚えてる。あ、じゃあ読みますね、はい、すいませんね。思えばじゃない、 お互いぶっ飛んでましたね。覚えていますか、しか書いてくれませんでした。自分で言ってた。覚えていますか、覚えていますか、ぶっ飛んだエピソードですね。ちょっと私も短め作戦でいきますね。短め作戦な、どこまで行ったらいいの、これチンしよう。で、だからなんか、はい、それ一文じゃないよね。一文で丸で終わるってことじゃないの。あ、そういうことね、うん、丸とかクエスチョンマークとかでさ、夏休みに点って書いてありました。これ一文ですか、一言、一フレーズ。あ、出てこない。サッティが停止してます。あ、そういうことね。あ、じゃあちょっと投げよう。私そろそろ終わらせたいな、これ。え、そうなの、そんなもんなの、そんなもんなの。あ、読みます。覚えていますか、夏休みに行った海でまさかの、はい、そう、まさかのって一文なの、そこで終わんの。あの、これ一文なの、私の。これそんな短いもんなんですね。そうなんですね。夏休みに行った海で、夏休み海行かないからな、ジョンジョン。そうだよね、海っぽくないよね。どっちかというと山に登ってそうだよね、カモさん。そうですね、そうなんですよ、皆さん。ジョンジョンさんはね、ヤマハのね、アクティブだと思ってます。私は山とか林とか森ガールですね。森ガールとも古いですね。そういう古いんですかね、緑がね、似合うんです。皆さん想像してくださいね、ジョンジョンさんのね、絵的なやつをね。山とね、森が似合うんですよ。結構ね、虫大丈夫派ですからね。前ね、一緒にね、訪問コンサートに行った時にね、蜂がいてね、私だけね、めっちゃ逃げてたんですよ。でもジョンジョンさんね、普通にね、歩いててね、びっくりしたんですよね。で、やっぱりね、蜂さん私の方を追っかけてくるんですよ。そういうもんですよね。どうすか。森が似合う話をしてたんですけど、結構長く書いたよ。ありがとう。あ、素敵。これさ、これもう終わる感じなの？いや、わかんない。別にどうとでもなると思う。だいたいこんなもんなの？長さとしては。いや、結構長いと思うな。分単位で喋ると思う。なるほど。読みますね。夏休みに行った海でまさかの、あの日出会ったサーファーの男性、日焼けしていて怖い感じだったんですけど、それが吉尾さんでした。おー、素敵な出会い。 なるほど、こういうこと言うのか。そうか、なんか出会いがあればね、知ってればね、そういうこと言ってみたりとか、そういう感じ。なんとかちゃんはこういう性格でとか、だからなんか二人で仲良くやっててくださいね的な感じで終わる。あ、仲良くやってってくださいねか、うん、仲良くやってってくださいねか、あ、お幸せにみたいな。それ最後の一部で。そうだね、お幸せに締め的にね。なるほどね。あ、むずい。タンタンタタタタタ、ちょっとなんか喋ってください。あ、ちょっと山が好きっていう話をしてたから、じゃあ虫の話でもする。してて、うん、私結構虫が昔は嫌いだったんですけど、アゲハチョウを飼い始めてから虫が好きになって、身の回りにいる虫の写真をよく撮っているんですけど、その中で、まあ、発見したことがいろいろあるんですけど、皆さん虫あんまり好きじゃないかもしれませんが、割と身近なカメムシっているじゃないですか。でカメムシってなんか洋服にくっついたり突撃してきて臭いっていうイメージがあると思うんですけど、そこら中に実はいっぱいいて、何もしなければ別に臭くもなんともない上に、カメムシについて皆さんにぜひお伝えしたいのは、カ
カメムシの幼虫、あのカメムシってあの生まれた時はちょっと違う形をしてるんですね。でそこからあの羽が生えてきて、あのいわゆる知ってるあのちょっとなんか四角っぽい感じのシルエットになってくるんですけど、幼虫の時代が可愛いんですよ。結構色もカラフルで、そうなんですよ、結構丸っこいのが多い。あとはあの何内輪型みたいな。よかったらあのカメムシ幼虫って言って調べるといいと思います。いやそうです、カメムシのね負のイメージがちょっと変わるかもしれないですよ。できました。これちょっと次もう終わってね。あ、あちょっと先終わってもらおう、ね、全部読もう、はい、ちょっとお楽しみに。大したこと書いてないですけど、これ ちゃんと続いてるでしょ。うん、でしょ。そうね、こういうことだよね。うん、いや結婚式ね、私だって行ったことないんですよ本当に。結婚式ね、なんかね、なんででしょうね、なんか呼ばれないキャラなんですね。まあ呼ばれないキャラですよね。ねえ、できたできた。終わってない。あ、こっち行っていい。あ、いいよ。すごい文字が書いてある。ちょっとよろしかったらね、結婚されてる方はアドバイスとかね、あ違う、あのなんかタグズのコメントでね、ちょっとこういう文章を自分なら送りますみたいな。あれ終わってないっすね。あちょじゃあちょっと読みますね。さっきの私のやつがですね、日焼けしていて怖い感じだったんですけど、それがよしおさんでしたからの、マッチョ好きなよしこさんにぴったりな人だと思いました。最近よしこさんが、あ、ここからジョンジョンですね。最近よしこさんが体を鍛え始めたのはよしおさんの影響です。おお、よしこさん鍛えちゃったんですね。そういうこと。そうかそうかそうか、これ終わっていい？終わり、いい感じに終わりそうじゃない？どうやって終わるの？終わり方わかんないな。なんかなんとかね、なんとかじゃないでしょうか。これからあのね、なんかいい感じに締めてよ。私また虫について語ってるからさ。あー、むずい、締めがわからない。でカメムシってあの結構な一大勢力で、こう昆虫図鑑とかを見てみるとカメムシの仲間のページってものすごい分厚いんですよ。でカメムシっていうと本当にあの臭いやつばっかりイメージするかもしれないんですけど、あのカメムシファミリーの中にはすごいいろんなものがいて、例えばセミですよね。セミってカメムシの仲間なんですよ。でよくよく見てみると顔とかちょっとカメムシっぽい感じもしなくもない。そうなの。だからあのカメムシカメムシと言って嫌わずに、周りのところをちょっと見てみるといろんな形のカメムシがいるので、ぜひぜひお庭をあるいは公園を覗いてみてください。終わった？終われる？終われる？終わってる？いいんじゃない？あ、終われた。いきます、最初から見ます。では結婚スピーチですね。ジョンジョンになった気分で、よしこさん、よしおくん、この度はご結婚おめでとうございます。思えば出会って早15年、あの頃はお互い吹っ飛んでましたね。覚えていますか、夏休みに行った海でまさかのあの日出会ったサーファーの男性、日焼けしていて怖い感じだったんですけど、それがよしおさんでした。マッチョ好きなよしこさんにぴったりの人だと思いました。最近よしこさんが体を鍛え始めたのはよしおさんの影響です。末永くお幸せにダブルマッチョになってください。本日はおめでとうございましたみたいな言うんですか。うん、そうだね。できたー、わー、なんか私マッチョな文しか書いてないですけど、なんかでも最初に出したのはジョンジョンだからね。
そうだっけ、マッチョ出してきたのはマッチョとは言ってないよ、ね、私サーファーって言っただけだよ。日焼けしていてサーファーの男性はマッチョじゃなかったらちょっと嫌じゃない？わかんないそれは。そっか偏見かな。おーできたー、こういう感じで言うんですか、合ってます、これどうですか、そんな感じじゃないですか、何点ですか、ジョンジョン的に、ジョンジョン的に気持ちの問題ですか、いいんじゃないでしょう、95点やった、95点いただきました。ふぅ、なるほどね、いやちょっとね今後の参考にしたいと思います。皆さんもねぜひね参考にして書いてください。はいね、なるほどね、へースピーチね、こちら、あこのままかな、うん、ということでそろそろセッションに行きたいと思います。Oh,
本日もエンディングのお時間が来てしまいました。本日のお助けアーティストはジョッティーズでした。はい、私たちはね、ちょっとここからちょっとじゃあジョッティーズの宣伝をちょっと軽くしてくださいよ。ジョッティーズはですね、まあご存知の通りサッティと私と、ギターとボーカルデュオなんですけれども、まあ、私たちの、まあ、特徴は何でもやるってとこですかね。割とね、曲の感じで言うとね。ですね、うん、あの昭和初期の曲から洋楽から、あのフランス語の曲もやったことありましたね。やりましたね。はい、うん、まあ、日本の曲もね、最近の曲もやってみたりする時もあるし、まあ、とご希望に応じて何でもやりますよっていう感じですね。なんですよ。はい、なので訪問コンサートをね行っておりますので、よかったらねぜひご依頼の方お待ちしております。この番組ではですね、キーワード企画をやっております。ジョッティーズがお助けアーティストの4週の間、毎回エンディングで一文字ずつキーワードを発表しますので、それをつなげていただいて4週目にできた4文字の言葉を番組ホームページまで送っていただきますと、送っていただいた方の中から抽選で1名の方にお名前とジョッティーズのサイン入りのスペシャルお写真画像をプレゼントいたします。今週のキーワードは何？手です。立ちつての手ですね。はい、ぜひ4週目まで聞いていただければと思います。それではまた来週、お相手はせーのジョッティーズでした。また来週。